ご主人様ここ初めてですよね。初めてです。糸魚川が初めてです。糸魚川初めてですね、はい、おはようございます。よろしくお願いします。結構機種数が多いので、はい、いろんな台選べます。 おはようございます。よろしくお願いします。おお、置き時に結構行かれた。あ、聖夜が空いてる。番長ゼロも空いてる。ここ行きましょうか、せっかくなんで。そうですね。聖夜と番長ゼロどっちが打ちたいですか。どっちもあんまり打ったことがないな、うん、こっちは全く打ったことなくて、はい、ゼロも1回しか打ったことない。あ、じゃあ打ったことないやつちょっと触ってみます。じゃあそうしましょう、せっかくなんで。はい。ペロシスジオご視聴の諸君バッドモーニング、うさみペロリナでございます。今回もペロシスジオの収録でやってきたのは新潟県糸魚川市パチンコ玉三郎殿でございます。というわけで今回も俺様の羊を召喚するぞー、カモーン。おはようございます、ご主人様。バッドモーニング。いや、今回新潟収録ということで、はい、寒い中我々来ました。糸魚川市初めてですよね。初めて来ました。でなんか数日前まですごい雪が降ってて、今日はまあ雪がだいぶ少なくなって朝からちょっと雨なんですけどね、大雪の中じゃなくてよかったなというところです。いや、そうですな。大丈夫ですか。なんか2週間ぶりの収録ということでだいぶもう忘れかけてませんかね。ちょっとそんなご主人様にちょっと刺激的なお話をしましょうか。何刺激欲しい。ペロ羊ですね、実は前回で1シリーズが終わってますと、うん、はい、終わりましたね。結果覚えてます。プラスだったかマイナスだったか。プラスだったよね。プラスだったよね。もう絶対忘れそうやそれ。前回は見事我々プラス収支を残してシーズン締めくくったんですよ。そうですよ。でプラスが出たら番組から、素敵なプレゼントがありますということでプラス目指してやってきました。あ、まだいただいてない。そういえばですよね、うん、なんと今回用意してもらってます。おお、はい、ありがとうございます。なんだ。なんとですね、お食事券。あ、これ今真っ白の箱に入ってるんですけども、はい、プラス分に応じたお食事券ということで、ご主人様、うん、3万7000円分のお食事券ここに入ってます。3万7000。はい、でかでかいですよね。これをご主人様にお渡ししたいと思います。ありがとう。いや、見事な戦いぶりでございました。やったー。で私は羊でございますので、うん、まあご主人様が、これでなんか美味しいものでも食べておいでとおっしゃっていただければ、あの、あ、ね、この中からね、めちゃくちゃ入ってる。これすごいね。ちょっとすいませんね、これガチのやつやん。箱だけじゃないやん。ほら、こんなにある商品券。俺なかなか商品券ってこれ1枚500円の券なんですよ。すげー。これが3万7000円分なんで74枚入ってるってことか。うわー、いやでもそれはね、ちょっと後で、はい、ちょっとご主人さんと話し合ってどういう振り分けにするか決めたいと思います。実は今回もですね、ある企画を用意してます。また企画、はい、今日1日の収支がプラスだったらまたご褒美用意してます。また、はい、今巷で話題のガチくじってご存知ですよね。出た。あれをプラスの収支に応じて回していただくっていうプレゼント、やりたい。やりたいですよね。ガチくじマジで当たりますからね、はい、でこちらがプラス500枚以上出たらガチャを2回ずつ、2人の合計がね、で1000枚以上で3回ずつ、1500枚以上で4回ずつみたいな感じで、500枚区切りでプラスの分に応じて回数分のガチャが引けるということ。やりたい。やりたいですよね。やりたい、やりたい。これ下手したら運万円から運十万円分の価値があるような商品が当たったりしますんで、でこちらはですね、エンディングの方でちょっと回していきたいと思いますので、皆様エンディング あのガチくじを引くシーンもね、楽しみに見ていただけたらと思いますが、勝てばのお話です、はい、勝てばね、はい、よし、それじゃあガチくじいっぱい行くために目を復活頑張るぞ。よろしくお願いいたします。それではご主人様、はい、実践の準備が整いましたので、整いました。今日はセイントセイヤ目を復活、まあ、6.2 号機まだ導入されて間もない台ですね。はい。で前のセイヤはほらコスモポイントが1000ポイント貯まったら
ゼネラルバトルの抽選だったじゃないですか。 GB ね、 GB の抽選だったでしょ。はい、それは今回も一緒なんだけど、はい、1000ポイントを貯めることでそれプラスアイテムがもらえるようになります。あ、そうなんですよ。で今作はそのアイテムで GB ならぬチャンスゾーン行った時の勝利期待度をアップさせたりとか、はい、通常時に突破型 の継続ストックをもらえたりとか。あ、そういう感じになったんだ。そうなんです。だからちょっと当たりやすくなったかなという感じですね。なるほどな。いやスロット打つのも久しぶりだな。どれぐらいぶりですか。2週間ぶりぐらいですか。うんだな。ちょっと間が空くとなんか気持ちもリフレッシュしてなんか新鮮な気持ちで打てませんか。めっちゃ新鮮ですね。ずっと打ちたかった。あれ、日時計ステージに来てる。え、日時計ステージデフォじゃないの。抜けた後、高確率抜けた後。違います、日時計ステージは全長か高確率の下なんで。ほう、ポイント降格抜けたら日時計ステージだったよ。あ、もしかしたらそのポイント降格自体がループ性を持ってるのでもう一回そこに行くのかも。なんか引きました。だけしか引いてない。あ、ゲーム数の全長入ってますね。じゃあ、まあ基本的にはゲーム数か強チェリーでの抽選なんで、そっかそっか。と言っても強チェリーでバンバン当たるわけじゃないので日本ゲーム数待ちみたいになりますね。で12級ステージ、まあおなじみの全長ステージですね。まあ、この辺りも一緒ですね。日時計ランプに色がつけばそこが一応全長中ですよっていう合図になります。はい、より一層 CG が綺麗になる。そうなんですよ、演出というか液晶のクオリティが上がってますよね。バトル、あ、そか、12球か。タイミング早いですよね、12球に行く。確かに、早い気がする。発展先は大したことないですけど、うん、おお。ご主人様、やっぱご褒美かかると違いますね。まあ、まあね、やる気が違う。さすがでございます。あれ、やったただ、せいやなんで、うん、チャンスゾーンなんですよね。そうだね、はい、チャンスゾーンで当選したのか。今投資2本2000円でチャンスゾーン。これ当てたらでかいぞ。当てたいね。ここで行きます。はいはい、これが今回のチャンスゾーンですね。うわスペクターバトル。はい、50%。誰だ。さあスペクターバトル、まあ、最初はちょっとアイテムもないんでね、かっこいいですよね、この辺の入場シーンも。おー、はい、まあ、まあまあしょうがないですよ。あんま高くないね。でもお主様やってくれそうな気がするな。楽しみですね。行くぜ。行きましょう。もちろんね、セリフもどっちから喋るかとか、ラタマンティスから喋った、ね、言葉の内容、文字の色、この後ロゴが出るかとか、そのあたりのパターンもやっぱり海洋覚醒に似てる部分がありますね。なるほど、まあ、非常に厳しいバトルかと思います、そこは。あー、取られた。で攻撃もね、弱攻撃から強攻撃までありますんで。でもこれは、あ、強攻撃じゃね、これ。あー、そうですね。いきなり厳しい。食らったー。待てー。うわ、即死。まあまあしょうがないっちゃしょうがないですよね。即やられですね。まあそうだよね。はい、で腹痛がね、今作もありますので、はい、まあ腹痛を貯めつつ次のあたり目指していきましょう。わかりました。なるほどね。早かったですね、でもね、当たりは。早い当たりでしたけど、まあ、やっぱりそう簡単にはいきませんでしたね。
すごい一生懸命ボタンを押してましたね。ご主人様、赤文字出ましたんで、ちょっと強いかも、ここは。さあ、12級ステージ突入、まあ、300ゲーム台のゾーンですね。はい、絶対ガチくじ引きたいんだ、今日は。ガチくじ引きたいね。ガチくじをタダで引けて、当たった商品がもらえるって最高じゃないですか。めっちゃ最高だよ。あれ下手したら本当に一等ありますからね。まあ A 賞っていうんですかね。あります、そう、 A 賞。当ててえなー。これガチくじのコマーシャルも出てたんだよ。ですよね、うん、ガチくじのなんかツイッターもやってましたもんね。やってた。だからガチくじ、あ、ご主人様ガチくじのことは絶対知ってるなと思って。もちろん。さあ発展ですけど、ちょっとここは赤文字も絡んでたんでね、期待していいと思います。で発展もセイヤですね。おー、本当だ。タイトルは白ですけど、多分行きます。行くね。さあやってやるぜ。ピキーン。おいー。ゲーム数が348ゲームで最初の当たりとなります。当たりと言っていいのかどうか、チャンスのは投資9000円から。いやどうだろう、一応アイテム持ってるもんね。一応、あ、まあ弱いですけど、いきますね。で、50% じゃないですか。で、ここでアイテムが発動します。これですね。旬、まあ、キャラによってアップスタイルが変わるってやつですね。旬は一番弱い。57%、 こんな感じで上がっていくんで、これがやっぱり2つ3つあると結構強いっていうのは分かりますよね。いや、一発で突破したいよね。これだって1回目のチャンスゾーンまでに9000円使ってるわけですから、これ2、3回繰り返すとも大変なことになりますよ。もうガチくじどころじゃないですよ。さあ行きますよ。これだ。スペクターバトル。まあ、57% なんでね。あ、警察1個取れてた。お、すげえ。これあの左が宝箱あるじゃないですか。こっから警察が出てくることもあります。へえ。やったやった。ってことは2回突破すれば当たりですね。いけそうじゃないか。大チャンスじゃない。 57% ってことは超える可能性の方が高いってことですもんね。そうだよ。2戦目、まあ、もちろんここのキャラでもね、継続しただったり設定しただったりというのはあるんでしょう。せいやからがいいですね、セリフはやっぱり。いや厳しそう。ちょっと強そうなセリフですけどね。あー、攻撃次第。あ、これは大丈夫そうな。立つでしょう。立て。立てないのか。そう。結構チャンスだったのにな。今のは悔しい。まあここは行くでしょう。行きますよ。いや、ここは行くでしょう。まあ復活でしょうね。あ、お、一球できた。かっこいい今の。おお、やっぱりね。ゲーム数346ゲーム、2回目のチャンスゾーン当選は投資17本、17,000円です。で今回も箱一つ、あ、60%になってる。でもお、本当だ。ここが 60% からの継続率アップですね。どんぐらい上がるかな。あ、そして氷河、旬よりはマシっていう感じでしょうかね。あー、弱っ。え、弱いの。これもうちょっと、もうちょっと続いてくれるんですけどね。そうなんだ。押すんだ、押すんだ、押すんだ。いや、でも70だよ、高くない。まあ70あれば十分でございます、うん、十分だよ、はい。
大丈夫だよ。復活。あれ。嘘。絶対来たと思った。すいませんでした、ご主人様。いやすぐ当てますんで。そうだよね、すぐ当たるよ。またすぐ当てますよ。ちょっといや、やっとこれであれですね、気合が入ったというか、あ、なるほどね、ちょっと舐めてかかってたなっていう。舐めてた、はい、やっぱ甘くないね、聖夜はね。甘くないですね、聖夜はね、うん、聖夜といえばね、やっぱ、うん、ハマっても一発あるタイ、そうね、っていうイメージじゃないですか、うん、やってやりましょうよ。やってやろう。よし、コスモルーレット。さあ、何が出てくるか。5つ目でしょう。ああ、1個も継続がないですね。ないね。で、もう天井ですね。天井か。はい。ギリギリ。いや、間に合ってよかったですね。ギリギリだったね。対戦コス。さあ、まず何パーセントまで上がるか。そうだな。初期は何パー？初期50だ。52。初期52。黄色緑あるもんね。天井。行きましょう。調子が22。うん、大丈夫。まだ大丈夫。まだ大丈夫。うー、瞬間。100行くと思うけどな。57。2つ目。白はねちょっと弱いですけど、その次から期待できますよ。ここ頑張ろう。この緑、ここだ。誰だ。はい、ここで稼ごう。80ぐらいまで行ってくんないか。80ぐらいまで。80は行く。80は超える。うわ、弱っ。弱い。次、氷河。おい、5個も使ってんだぞ。分かってんのか。うわ、シュンか。シュン君ばっかりじゃんか。うわー、弱い。トータルでは80超えますけどね。いや、100いったかったよ。わー、ちょっとシュンが多すぎ。ここのリアヤク意味ある？まあまあ、でも 87% ご主人様、まさか 87% で不安とか言わないですよね。大丈夫でしょう。大丈夫ですって。大丈夫ですかね。大丈夫ですって。87% で大丈夫じゃなかったらもう打つなって話になりますよ。だよね。じゃあ、はい、もう行かせてもらいます。大丈夫ですよ。安心していいよね。ボタンボタン出ない。チーズアップしボタン出ないよ。なんで、なんで。嘘やろ。なんで。87%。なんてね。あー。ちょっと、いや、これ、いや、複雑。いや、ちょっとやっぱ2週間のブランクが出ちゃってますかね。いや、今のは痛すぎる。マジかよ。どうやって勝てるんだよ、あれで負けたら。どうやって勝てるんだよ。297ゲーム、3回目のチャンスオンになります。投手が今23本。じゃあ行きます。で、今回はチャージが2つ、黄色と黄色、うん、
何パーセントまで上げれるかで、スタート60以上だと思うんですよね。はい、60ですね。氷河、やれる氷河の時はめちゃくちゃ上げてくれるイメージあります。ここを越えろ、よしよし、あ、いった、72、結構上がった。でもう一つ、ここも氷河ですね。80、強い強い氷河で、81、まあまあまあ80超えてれば3連でしょ、3回でしょ、いけるでしょう。80超えていけなかったら歌う方がいいまでありますね。あー、何も聞きたくない。やったね。ビクターバトル2人で合わせたらこれでもう5回目ですもんね、うん、さあご主人様の仇だ、叩き取ってくれ。ファロン、お、一角、一角確定です。よし、よしよしよし、これで 81% でしょ。それはいけるでしょ。いけるね。さあ2セット目ラウンド2、おお、また来た、また、あ、ちょっと押すのが遅かった。これバーズからめちゃくちゃ見にくくない？うん、確かに。ここか。さて、よっしゃー、あと1回じゃない。負けるわけないでしょうが、80% 以上持ってるのに。俺の敵を取ってくれ。わー、流れたー、やっと来たー。いや、80% 超えてたら普通こうだよね。まあ、そうっすよね。え、俺さっき何パーだったっけ。87です、87です。いや、でも本当良かった、良かったです。で、AT はおなじみの、まあ、基本これですね、特化ゾーンスタートペガサス降臨で、今作はゲーム数管理じゃなくて枚数管理の AT となってますので、ここで初期の枚数を獲得していきます。大事なんです。最低20枚の上乗せです、マイゲーム。で、5ゲーム、10ゲーム、15ゲームって継続するんですけど、これ5ゲームだとね、結構辛いです。最低100なんで。そうだね。あ、あ、7が揃えば、あー、揃わんか。いやー、これは絶対5ゲームで終わったらいかんやつ。これで今5ゲーム消化です、うん、で、続けば10ゲーム。あ、続いたってことだよね。あ、いや、これ残りハテナになってるんで。あ、なるほどね。まずいですね。2角、とりあえず7は揃った。3桁乗せです。うわー、これで200。いや、でもこれ5ゲームの振り分け、5ゲームの振り分け、10ゲームの振り分け、15ゲームの振り分けですけど、これ5ゲームの振り分けなんで終了です。いやー、少ないっすね。状況的に、まあ、もちろんこっからなんで。そうだね、消化中うまく乗せて特化ゾーンとか絡めていけば1000枚ぐらいは、うん、1000枚ぐらいまではなんとかあるかな。伸ばそう、しっかりレア役引ければ。やっぱレア役か。めちゃくちゃ順調じゃないですか、上乗せ。ね、結構いいペースでしてそう。で、また旬。お、え、ひどけ。100以上？
ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録の方もよろしくお願いしますね。よろしくお願いいたします。